はい、こんにちは。今日は日曜日ということですね。曇りですかね。雨は降らないと思いますけれども、だんだん涼しくなってまいりました。10月の半ば、はい。今日日曜日ということで、新規就農希望田中さんが、来ましたね。一生懸命やっております。だんだんですね、クワの使い方、身のこなし方、だんだん様になってきましたね。このように、様になるには、まあ1年とは言いませんが、しばらく時間がありますね。頑張ってもらいたいと思います。ということで、今日のネタは、こちらですね。小松菜くん、はい、どうでしょうかね。一目瞭然ですね。もちろんこれは全滅でございますけれども、まあこの時期はよくある話でして、このようになりますね。もちろん当然ですね、この左にあるように被膜資材ですね、防虫ネットをかけておりましたけれども、ちょっと油断した隙にですね、そろそろ収穫かなっていう時期に、入られちゃいまして、もうあっという間ですね。ここまで来るのは当然、出荷などはできませんし、もちろんですね、このまま置いておけばここがですね、作物を作るというよりも、虫を育てる虫の何て言うんですか、培養施設となりますので、片付けねばなりません。いいですね。こう、種をまいて、収穫することなく片付ける、まあ、一体何をやっているんだというね、非常にシュールな世界に入るわけですけれども、これが雪農業の現実ということですね。うまくいく時もあれば、うまくいかない時もある。うまくいかない時にどうするのかね、皆さんどうしてるんでしょうかね。気持ち的には薬だとか除草剤を使えばこういうことはないんでしょうか。僕は使ったことないので知りませんけれども、気持ち的には、ね、使いたいと思う農業者がいるのは当然ですね。有機農業者は。でも皆さん使わないんですね。僕はそういう仲間を尊敬してます。はい、ということで、頑張って片付けようと思います。それではまた。